キムホユンは、朝鮮民主主義人民共和国の指揮者。現在、万時代芸術団三地園楽団の指揮者。1965年、平壌市生まれ。父は、平壌音楽舞踊大学学長を務めた、キムヒジュン。10代の頃に、学校の合唱部に入部して、音楽活動をスタートし、平壌学生少年芸術団の一員として、外国公演にも参加。 1978年ピョンヤン音楽舞踊大学にゼロ専攻で入学。ピョンヤン音大在学中の1983年に式に転校し、1984年から1989年にかけて国費で東ドイツのハンス・アイスラー音楽大学ベルリンに留学。ハンス・アイスラー音楽大学総長を1986年まで務めていた指揮者。 オラフコアホに指揮を指示した。留学中にゲッティング・エンヘンデル音楽祭に出演した。1990年にピョンヤン音大を卒業。大学卒業後は朝鮮民主主義人民共和国国立交響楽団院意総管弦楽団で指揮活動を開始し、2002年には朝鮮国立交響楽団準主席指揮者に就任。 2008年7月には国立公共楽団のポストを退いてインて陰ソー管理楽団の常任指揮者に就任した。その後2016年11月に行われた万寿大芸術団三地園楽団の講演で指揮者を務めた。民族統一コンサートにたびたび出演。2002年9月21日に平壌の放課芸術劇場で開かれた KBS 公共楽団と 朝鮮国立交響楽団の合同演奏会に出演。また、同年はドイツのハレ、中国の北京、上海のオーケストラに客演した。また、2005年10月17日、平壌で行われた第27回陰偽音楽会で、アメリカ合衆国のニューイングランド音楽院に在籍中の韓国のチェロ奏者古本員と共演し、陰偽装管弦楽団を指揮して、 インイソーのチェロ競争曲を演奏した。2005年1月に航空芸術歌唱号を授与された。2005年に北朝鮮の CD レーベル KMC からショスタコービチの公共曲第7番レニングラードの録音をリリースした。これは北朝鮮のレーベルが初めてリリースしたクラシック音楽の CD となった。ありがとうございます。